はい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストの購入品を紹介していきますよ。早速買ったものを紹介していきますね。はいはい、こちら段ボールです。違います。はい、こちら中身何が入っているかというと、スマートロックセサミ4です。家の鍵をちゃんとした鍵を使わずに開ける、スマホなどをうまく使いながら鍵を閉めたり開けたりできる、そんなスマートロックを購入しました。多分一番有名なスマートロックっていうとキュリオロックっていうのが一番有名かなと思うんですけど、僕もずっと前から知っていたんですけど、2万円台だったりするので、2万円あったら他のもの買うしと思っていたからやめていたんですけど、そんな時に見つけたのがセサミ4まで気づかなかった。さっき一番有名なのがね、2万円ぐらいって言ったんですけど、こちらなんと4980円。そこに消費税と送料がかかって6458円で買えたんです。なんかいろいろついたことによって2000円アップしてる感あるけどさ、いやでも安い、ありえないぐらい安いですよね。てかさっき公式サイト見たら3980円プラス税になってた。どういうこと？一軒家の友達に聞いたんですけど、自動で開けるオプションをつけたら10万円以上したって言ったから、セサミ4の安さが際立ってますよね。もう皆さん早く開けろ早く開けろと思っているかもしれませんが、後で紹介するけど必要以上に機能がついているんです。めちゃくちゃすごいので紹介していきますね。早速開けていきます。ガン！はい、早速セサミ4を開けていきます。オープンセサミ、開けゴマ、なんだそりゃ。はい、オープン。はい、すっかすか。はい、こちらセサミ4です。行きましょう。どこから開けるんだろう。もうこの時点でだいぶコンパクトだね。はいはい、おお、出た出た出た。はい、と光沢感のあるプラスチックですね。いい感じ、そんなにチャチい感じもないね。サイズ感このぐらい、わかりますか。説明書など入ってますね。取り付け用の両面テープとちょっとネジも入ってます。それから工具も入ってるね。ありがたいね。取り付け方法は動画で見れるので大丈夫。早速取り付けスタート。設置は本当に簡単。元気があれば誰でもできる、元気がなくてもできる。スマートロックなんて使わずに普通に開けろよって思うかもしれませんが、そういうことじゃないの。スマートロックは夢が詰まってるの。鍵を開け閉めするだけじゃない、とても大切な機能がいっぱい備わっているんです。早く言いたい、言わせてください。皆さんにちょっと先走って言っちゃうけど、皆さんの家ってオートロックついてんの？あ、ついてない。誰、今私の方が物件綺麗って言ったの？それは言わない約束でしょ。はい、セサミ4設置完了。それがこちら。はい、いい感じにすっきりつきました。はい、全然かさばらずにつけれました。ネジで固定もできたんだけど、両面テープで全然大丈夫そう。逆側明らか狭くてつけれないし、これでいいかな。いいじゃん、すっきりして何の問題もない。設置いい感じ。設置は完璧にできたので、あとは開け方閉め方を説明していきます。はい、スマートロックのセサミ4で鍵の開け閉めをするには何種類かパターンがあって、まず一つ目は専用アプリでの操作です。セサミの専用アプリっていうのがあって、そこでいろいろ設定したりもするんですけど、まあ、アプリを開いてロックしたりできるんですけど、専用アプリの画面はこんな感じ。じゃあね、ここ押すと開きますからね。今から開けますからね。押しますよ。ね、じゃあ閉めます。ね、今はアプリを開かなくてもスマホがロックしている状態でもウィジェットが追加できるようになったので、ロックがかかっていても開けれますし、はい、このね、画面がロックした状態、ロックが解けない状態でも、はい、こちらのウィジェットに追加しておけばここで開けることも可能です。ね、閉めることもね。
スマホのロック解除してアプリいちいち開いてってやってたら鍵を出した方がいいしね。あと音声操作にも対応してるから Siri や Google アシスタントを使ってセサミ4を操作することもできます。これは設定して使うものなんですけど近未来的ですよね。言葉も設定しちゃったりなんかして、はい、こうやって Siri の音声コマンドってあるからここを押すと、はい、こうやって選べます。まあ両方ねできるようにしたいのでこれを押す。そうすると Hey Siri 鍵って言うと大丈夫にしてます。開閉どっちもやってもらうから、開けゴマで閉まるのはねなんか変でしょ。ヘイシリ鍵ってなんかごめんね、気にしないでくれって出ちゃった。はい、じゃあシリで開けてみます。ヘイシリ鍵、開いた。ヘイシリ鍵、いや便利でしょ。もし彼女がいたらちょっと携帯貸して。ちょっと何すんのよ。このアプリうちの合鍵だからこれからもよろしく。ブブー、半年後ガチャ。なんで急に来んで、急いでいく。そういうこともできちゃいますよね。そして2つ目はアップルウォッチからも操作できちゃうんです。その様子がこちら。じゃじゃーん、アップルウォッチ開けてみますよ。すごいでしょ。閉めます。優秀すぎ。これ文字盤の中にコンプリケーションを追加しておけば、ここにパッと移動してパッと開けることができます。便利でしょ。時計いいでしょ。ああ、もうくつろいでるのに鍵閉めるの忘れちゃった。ああ、閉めなきゃ。イエス、焼けっぱなしになってる。閉めなきゃ。イエス。これはかなり便利ですね。じゃあ Apple Watch をつけてランニングやウォーキングに出た時にスマホを持っていなくても鍵の開け閉めができる。手ぶら感がたまんないですよね。 Apple Watch の充電が切れたら終わり。気をつけてね。そして3つ目は手ぶら解除機能。あらかじめ設定しておくと Bluetooth がつながる10メートル以内に入ってきたら自動で解除を。手荷物が多い時はとても便利ですよね。結局ドアは手で開けないといけないから、まあ意味あんまりないんですけどね。最後で荷物全部落としちゃったりして何も出さなくていいのは便利ですよね。でも近くにいる時だと家の周り20メートルから500メートルでどのぐらいの円を設定するかによって、その設定した円から出ると外出したなって思ってくれて、そこから戻ったら自動解除を。その円の中で行動してたら自動では開きません。それに GPS を常にオンにしていたりとか、それからアプリも裏で起動させておかないといけないので、スマホのバッテリーの減りも早いので僕はいいかな。そもそも10メートル以内に入って解除されちゃったら、その10メートル以内で泥棒の方が先に入って鍵閉められちゃったらね、やばいからね。まだまだ鍵のねロックの仕方はたくさんあるんですけど、4つ目は遠隔操作です。セサミ4には専用の Wi-Fi モジュールっていうのがあるんですけど、それを別途購入して家に設置しておくと Wi-Fi モジュールとセサミ4がつながって外出先のスマホからいろいろ操作することができるんです。もちろんロックしているかの確認もできるし、忘れていたらロックかけることもできます。僕はとりあえずは買っていませんが、2980円プラス税、送料もかかるかな、4000円くらいかな。なんか説明していたらだいぶいいなと感じているので、買うかは検討します。このようにアプリに開閉の履歴が残るんです。セキュリティ的にもいいよね。家の鍵がちゃんと閉まっているのかを確認できるのはいいですよね。同居している人がいたら、スマホの充電も切れちゃって、Apple Watch の充電も切れちゃって、普通の鍵も持っていなかったら、外出先から開けることができるからね。ありがてえよー。5つ目はオートロック。これは皆さん知ってますよね。ホテルとかで部屋から出てドアが閉まったら勝手に閉まっちゃう機能。これがね、オートロックの時間も設定ができるんですよ。3秒から1時間まで設定できるので締め出しのリスクを回避することができます。だから結局のところ、例えば3分ぐらいに一応オートロックを設定しておけば、ロックし忘れることもなくて便利ですよね。そう設定しておけば外出先でチェックしても絶対閉まりますからね。
絶対閉まってますからね。ある程度長い時間でオートロックをセットしておくというのは必ずやっておいた方がいいと思いますね。じゃあ今オートロック設定してみますよ。何秒後にしましょう。10秒でいいね。来るかな来るかな。来い来い。さあ来い。さあ閉まれ。さあ閉まれ。すごくない？6つ目の方法は NFC タグで操作する方法です。皆さん知ってます？ NFC タグって KFC ケンタッキーじゃないよ。僕もこの間知ったばかりなんですけど。お前も K！ すいません。これが NFC タグ。まあこういう形もあるっていう感じなんですけど、ほらペラペラ。これが NFC タグです。シールみたいな本当にペラペラのタグに開閉の機能を読み込ませることによって、そこにスマホをかざすだけで開けたり閉めたりしてくれるんです。なんじゃそりゃって思うかもしれませんが、すごいよね。最初からセサミフォーに入ってるかと思ったら入っていなくて、 Amazon で買ったんですけど、380円ぐらいで送料無料のやつがあって購入しました。はい、今 NFC タグを仮付けしました。仮ですからね。両方映るようにここですからね。スマホをかざしたら開くのかやってみます。開いた。はい、外行ってみましょう。これも仮付けですからね。しまった。ネットにいろいろ売っているから外観を損なわないようなものを買ってもいいと思うし、家電量販店に行って NFC タグありますかって言ったら、え？何？ NFC タグ？知らないんけ。そんな感じでした。っていうかどんだけ操作方法あるの？何でもいいんだよ。超楽ですよね。僕の物件も古いので鍵が特殊な感じでそのままつくものではなかったんですけど、アダプターみたいのが普通についているかなと思ったらついていなかったんですけど、まあ自分の場合はちょっと幅を広く設定したら大丈夫でした。危ない。打ちつかないかもと思っている方いると思いますけど大丈夫なんです。いろいろな鍵に合わせたアダプターが600円ぐらいで売っているんです。そこにないさらに特殊なものでも 3D プリンターで作ってくれるみたい。ありがてえよ。諦めないで。アップルウォッチをポチッと押すか、まあスマホを持っていたらロック画面でのウィジェット、それか兵士に鍵、それかせっかく買ったから NFC タグだよね。それプラスオートロックは設定しておきたいね。念のためこの1分で泥棒に入られちゃう可能性もあるけどね。サニブラウンくん。サニブラウン選手すいません。 FI モジュールも買ってもいいかもね。玄関から堂々と入る泥棒がいたらもうそれで通報できますからね。なんで警察呼ぶのよ。なんだお前かよ。勝手に入るなんて言ったらアプリ消せ。最低くん。セキュリティレベルは上がりました。皆さんが心配に思うところといえば、出かけてる時にセサミ4の電池が切れたらどうすんのっていう話。大丈夫なんですよこれが。なんでかというとアプリ上で電池の残量が見れるからです。そしてちゃんと少なくなったら通知もくれるようです。あとはエントランスで一度鍵が必要なタイプのマンション、部屋の中のインターホンで一回開けないといけないタイプの家の方、まあそんないいところに住んでいる方がセサミ4を買うとは思えないんですけど、買うとしてもセサミボットっていうインターホンにつけれるものが売っていて、2480円ぐらいなんですけど、それがウィーンってなって開けてくれる、操作することができるんです。すごくない？安いのに抜け目ないのがセサミ4。すんで抜け目普通に開けた方が早いでしょとかいうね、質の悪い方大丈夫、普通に書き出しちゃったと思えばそれで開ければいいし、いろいろな方法で自動で開ければいいし、そういう細かいところの生活の質を上げることが大事。物件古いけどさ、うちはリッチ。とにかくセサミ4はどんな家にも対応可能。いろいろな機能も満載で周辺機器も充実。安いのにセキュリティ対策としてもおすすめです。僕も使ってみますので、皆さんも購入を検討してみてはどうですか。いかがですか。反応ゼロ。はい、わかりました。あなたの家の合鍵ちょうだい。いや怖いよ。はい、これでおしまい。はい、
いかがだったでしょうか。今日はスマートロックセサミ4の紹介でした。またミニマリストの部屋、生活の質が上がりました。次はスマートスピーカーが気になっています。皆さんもちょっとしたところに目を配って生活の質を上げていきましょう。はい、今日の動画が参考になったよと少しでも思ってくれたらグッドボタンで教えてください。ちゃんちゃんねるねるチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。イエッ。